思想啊，主义啊，还有平时你们都聊什么事情，你们都做什么呀？嗯，香姐，你怎么对这些感兴趣啊？因为我最近接触了一些你们的思想，我知道你们在做什么。你们是要建立一个更好的社会，是要让中国进步，我知道的。所以我想把这些思想带到我的兄弟当中去，我也想让他们进步。香姐，你说的太对了，我们的目标就是让全中国的老百姓每天都能吃到这么好吃的点心，对吧？对。你多吃点。哎，你试试这个，试试山楂糕。嗯。お前も確か有段者だったよな。ああ、そうだ。昔はよくやったな。何年ぶりですかね。はは。はい。あ、そうだな。何年やってるんだ。ご無沙汰しております。もう15年くらいになるな。おお。ああ、そうか。はあ、やっぱりですね。はは。ないのね。そうかい。よちゅう。ちょうどみんないるんだ。君の清泉家伝承の尾上棟梁を見てみたい。みんなにも見てもらおうじゃないか。いいだろう。みんなにも見てもらおうか。よちゅう君、誤解させてしまったな。尾上棟梁は退屈の長でしか、その奥義を見せることはできないんじゃないか。つまり宮本君、俺と試合がしたいんだな。ああ、幼虫君。まあ減るものでもあるまいてな。君の実力を披露してやりなさい。では。よろしく。宮本、悪かったな。根に持たんでくれよ。
今日は新しい奴隷も来てる。このくらいにしましょう。すいませんが。ああ、そうだな。矢野さんも喉が渇いてることでしょう。あ、宮本君、催し物の準備はどうだ。東京からの友人たちに中国の味を味わってもらおうじゃないか。香姐，干嘛？火烧屁股了？出事儿了！蓝豹在街上到处抓老百姓。蓝豹，我那天看见的果然是他。他在哪儿？我现在就去清理门户。哎，香姐，现在真不行。兄弟们说了，他身后有很多日本宪兵。我管他穿的什么皮，我都要给他扒下来。香姐，宪查队是宫本的人。咱现在把蓝豹给清理了，宫本肯定会来找咱们的麻烦。你忘记姐夫是怎么跟咱们说的了？让咱们一定不能惹是生非。所以我觉得，这事儿还是应该跟姐夫商量一下吧。金会长来找我做什么？找你聊聊。聊聊。聊聊带这么多人来聊啊？聊什么呀？杀蓝豹。金香，我跟你说过了，我只不过是一个生意人。如果你想跟我聊生意上的事情，咱们可以进屋聊。如果想聊别的的话，我只能送客。送得走吗？威胁我是吗？池诚，你为什么拦着我除掉那些危害百姓的人啊？锦香，你从小就这么刁蛮任性，我不忍束缚你的天性，所以我一直没有。